再開発が進む新潟市の古町地区で町の魅力を伝えようと来月から古町100選という企画展が始まります。一体どんな企画展なのか取材しました。焼きたてのパンの香りが漂う店内。おととし古町にオープンしたサンベイクです。この日行われていたのは古町100選の撮影です。古町でやりたい100のこと。古町100選とは古町がもっと楽しくなるをテーマにお気に入りの場所などでの過ごし方を紹介する取り組みです。企画を考えた近藤淳さんです。みんなが面白いって思ってる場所をなんかシェアし合えて、で、あ、そういう過ごし方他にあるんだってなって、それが100個集まったらもっと古町が面白い町だなって思ってもらえるかなって始めました。こちらの店ではちょっと早起きして美味しいパンを食べる、そんな休日の過ごし方を提案します。近藤さんをきっかけになんかこういろんな人が知って、でそのいいよねって思ってるものとかはなんかどんどんシェアしてほしいですし、普段建築やデザインの仕事をしている近藤さん、新潟市出身で古町は子どもの頃から馴染み深い場所でした。東京の大学へ進学後、イギリス・ロンドンで建築やデザインを学び、8年前、新潟へ戻ってくると、かつての活気が古町からなくなっていました。面白いところはまだまだある。もっと多くの人に古町に興味を持ってもらいたい。そんな思いから6年前、古町セッションというサークルを立ち上げました。街歩きのイベントなどを行う中で今回の企画を思いついたといいます。ノスタルジーに浸っているよりもなんか自分たちが来たらいいじゃんって思ったんですよね。なんかこう嘆いてないで、なんならこう自分たちでイベント企画してなんか古町に自分たち自ら来るようになったら人も増えるかなって魅力な。来月には古町が楽しくなる過ごし方を写真とともに紹介するイベントを行う予定です。今活動に賛同する仲間たちと準備を進めています。住んでみたらなんかいっぱいいろんなお店あるんだなって思って、なんかもっといろんな人が知ったらいいのにって思ってたので、これをきっかけになんかちょっとでも広まると嬉しいなって思います。古町多分十分魅力的なんですよ。なんか新潟の人ってちょっと控えめというかあんまりこう いいとか言わないんですけど、なんかすごい面白いお店とかハイセンスなお店たくさんあるし、本当はすごくいいのをもうちょっとかっこよく伝えられたらいいなっていうのはずっと思ってますね。再開発が進む古町地区で今ある町の魅力を再発見する取り組みが始まっています。